はい、バットレトローゲームチャンネルです。今日もね、メイジョトローやっていきたいと思います。今日が2022年7月16日土曜日14時59分にね、収録しています。本郷啓二さん。本郷啓二先生っていう。あんまり先生さん付けにしさん付けってないか、教習所の先生でもさすがにさん付けしてない。シートベルトを忘れるな。ゆっくりと発進させろ。はい、左右の安全をブレーキはゆっくり踏むんやって。関西弁だよね。右ウインカー出さないと怒られない。アクセルから足を離せ。はい、次を左折しろ。ここなんかあれなんだ。落ち着いてクラッチを切るんだ。次を左折しろ。左右の安全を確認しろ。はい、次左折します。 OK。 トワイライト自動車学校ってですね。ハンドルをゆっくり左に回せ。トワイライトエクスプレスじゃない。そのまままっすぐだ。そのまままっすぐ。坂道発進とかあるのかな。まあクランクとか S 字とかあるんで。次を左折しろ。はい、あー、クランク。 S 字とクランクだけはなんか解説があるんだ。ゆっくりと発進させろ。難しいんだよ、ここ。ここ難しい。カーブの先をよく見るんだぞ。左右の安全を確認しろ。こうね、ここで安全確認しても全然見えないって。この辺かな。で、この辺で一時停止して、センターラインを越えてるぞ。いつもやるんだよね、センターライン越えてるって。坂を登れ。あ、坂を登れ。私忘れたぞ。あ、合図。まあこういう感じだね。停止線でちゃんと止まれよ。停止線、停止線が分かんない。アクセルから足を離せ。あ、これなんでいけない。あ、ダメか。左右の安全を確認しろ。左右の安全。アクセルから足を離せ。あら、おい、縁石に乗り上げてるぞ。今日は終了だ。今日はこれで終わりだ。あら、なんかさ、右下に目の絵が出ると、な、目の絵が出た状態で運転すると、ゆっくりと急に運転できなくなるっていうかね、操作できなくなっちゃうんだ。左右のアクセルから足を離せ。久しぶりにやるから本当わかんない。前だったらね、結構やってた時は当たり前に簡単にやってたんだけど。次を左折しろ。一時止まらなくてよかった。ストップ。あー、信号無視か。ちゃんと信号を見ろ。やられちったね。まあここで信号無視しても大丈夫。左右の安全を確認しろ。安全確認大丈夫。センターラインを越えてるぞ。これも不合格だね。多分不合格。ハンドルをゆっくり左に回せ。そのまままっすぐだ。そのまままっすぐ。次を左折しろ。次を左折。ゆっくりと発進させろ。はい、またエンジンかけるところからスタートだから。ここが不思議で、S 字とクランクが入るときは。カーブの先をよく見るんだぞ。左
左右の安全を確認しろ。左右の安全確認します。センターラインを越えてるぞ。センターライン毎回言われる。合図を出し忘れたぞ。合図出したでしょ。よし坂を登れ。じゃここなんかあれなんだよ。ここ坂道発進して、あ坂道発進ないんだ。少しアクセルを緩めろ。停止線でちゃんと止まれよ。左右の安全を確認しろ。落ち着いてクラッチを切る。はい、クラッチを切ります。次を左折しろ。次左折。ああここに止まるってことか。とりあえずよしとしよう。とりあえずよしとしよう。よし車を出せ。安全確認をしろ。そこの車庫に駐車しろ。車庫に駐車。これで終わりか。早いね。合図を出し忘れたぞ。ああそうだ、左ハンドブレーキを引くんだぞ。はい、よし今日はこれぐらいにしておくか。もう少し練習すれば大丈夫みたいだな。何がダメだった。もう一度やり直しだな。もうちょっとやり直しか。70点ダメなんだ。やっぱ80点じゃないとダメってことか。明かりあんした。おはよう。補習を始めるぞ。シートベルトを忘れるな。よし車を出せ。こういう感じで、でウインカー出して、センターラインを越えてるぞ。センターライン言われるんだよな。あ、信号無視か。信号無視があれだったか。信号無視しなきゃ受かってたのかな。ハンコもらえたっぽいよね。長いんだよこの信号待ちがね。やんなきゃよかったかな、このゲーム。はい、次左折か。次を左折しろ。左右の安全を確認しろ。安全確認。状況が変わるんだよね、何回もやってくる。キロ通る。次を左折しろ。次を左折。あいつを出し忘れたぞ。よーし車を出せ。はい車を出せ。カーブの先をよく見るんだぞ。カーブの先を確認。見えない。左右の安全を確認しろ。はい左右安全を確認しろ。でもさ、今のセンターライン越える。センターライン越えてるぞっては言われなかった。で、サッカーを登って。停止線でちゃんと止まれよ。はい、停止線。左右の安全を確認しろ。あともう少しでこう。10キロまで行っちゃうとスピード出しすぎだって言われちゃう。左折。ここか。少しバックしろ。少しバック。参りました。とりあえず
よしとしよう。とりあえずよし。よし、車を出せ。え、車を出せ。早くクラッチを切れ。クラッチを切れ。指定したコースと違うぞ。え、指定したコースと違う？あ、なんかそれっぽい。進路を戻せ。進路戻せ。あ、また間違えちゃったよ。一周しないといけない。外周を一周して。コースからそれたぞ。でも実際の教習ではなんかコース間違えても修正すればいいとかなんかってね。だからそれは検診対象。あれは違ったかな。あの路上教習だった。間違ったと思ったら、あの路肩駐車可能な場所に止めて、指定したコースと違う。え、どこ。進路を戻せ。進路を戻す。安全確認をしろ。はい。あ、ここ行かなきゃいけなかった。これもう分かんないでしょ。落ち着いてクラッチを切る。アクセルから足を離せ。これもダメだ。合図を出し忘れた。あ、出し忘れた。少しアクセルを緩めろ。はい、少しアクセルを緩めろって。そこの車庫に駐車しろ。はい、駐車します。ハンドブレーキを引くんだぞ。はい、教習終了。なかなか良かった。え、なかなか良かったの。これよし、こんなんでいいの。82点ギリギリだね。こんなんでいいんだ。こう修正もしたけど、やっぱ扇風機つけてないと暑いね。タイマーが切れて扇風機止まってたらやっぱすぐ汗かいちゃう。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。じゃあ学科教師やりましょう。な、結構遊んだよね。結構12分か。でも久しぶりにこのゲームやったよ。7か9ヶ月ぶりぐらい。はい、学校教師。A 方向 B 方向のいずれの進行通過、こういう腰はね、 A 方向はいいんだよね。ちゃんと勉強したみたいですね。 B 方向の交代禁止されてない。ちゃんと勉強したみたいですね。これらは車両、車両通過自動車中央寄りだっけ。バツじゃん。その通りです。自動車自動右。左側。白い子しない。その通り。黄色の車両。迷うよね、いざクイズになって出ると。よくできました。正当な理由。正解。割り込みは危険。割り込みは危険。どの中央あらかじめ寄って。よくできました。前もって右。横、前、うん、前方に割り込んで横切る。横切るのはいい。そうじゃないですよ。違うんだ。法令により徐行している車に追いついた時は割り込みも横切るのもダメです。ああ、ダメなんだ。その通り。3つ以上の。なかなか満点取れない。その通り。左折するとき90点。まあこういう感じですね。でもこういうクイズってゲーム実況やるとね、あの記憶力があるかどうかって試されて、あ、バカか、バカすぎるか、バカかってね、視聴者にバレちゃうという、バレちゃうことがあるんでね。まあそこも、まあゲームですからね、いいんですけど。
バカかバカじゃないかっていうのが分かっちゃうっていうね。こういうクイズで記憶力があるかどうかっていうのを試される、視聴者にバレちゃうっていうね、バカさがバレちゃうっていう、実況者にとってはね嫌なところではあるんですけどね。はい、ということでね、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。